おはようございます、えー、今日も総合公演からのお届けです。というのも今日朝予定があってね、えー、もう早く行かなきゃいけないからね9時半に千葉かな、えー、クレイジービーっていうねキッドさんのジムに行ってちょっと撮影があるんでね行かなきゃいけないんで行かなきゃとか行く予定があるんではい、えー、ちょっとこれ朝がパンパンになっているので詰め詰めでこんな感じになってますと。はいということで、えー、今日のお題はですね、えー、疲れ いいのがあると思うんですけど、疲れからの回復はを、えー、ちょっと待ってください。疲れからの回復を他人に左右されるなというお話をします。えー、自分が基本的に、えー、それなんですよ。めちゃめちゃね、なんかその当たりあまあ、うんとね、そもそも疲れって、ね、疲れたら休むっていうのが当たり前じゃないですか。ね、えー、俺らの場合はキックボクシングで、えー、ま練習するとね、疲れて。 ね、で回復します睡眠とか食事をとってそしたら超回復して強くなるそれが目的で自分たちがやってますでボディービルダーさんなんかでいうと筋肉を肥大させるのが目的なわけじゃないですかそれで筋細胞をぼ、うんね、壊してねめっちゃ追い込んで壊してそれでタンパク質だったりとかそういうものを与えてあげて寝たりして回復して筋肥大を起こすということがあるわけじゃないですかそれが当たり前のことなんですけど、えーね、疲れて休むそれができなかったりする時があるんですよそれがうんとね 俺めっちゃあるんですけどうんジムに例えばじゃあ週5って決めたとしたら週5に行こうとするじゃないですかでもめっちゃ途中で疲れてでも週5って決めたから行かなきゃみたいな感じもう心理としては週5を行くことが真理なわけじゃないですよまあじゃあ目的なわけじゃないんですよねここで強くなることが目的なわけじゃないですかだったら週5じゃなくて週4でもいいんですよ、ね、疲れれてるるわけですからそれを休める体が そういうい状態になってるわけですから、うん、それなのにもかかわらず行かなきゃっていう自分で決めたねなんか集合だったら集合みたいな感じに左右されちゃうあとは、えー、ジムでね後輩なんかとかあまあ今後輩しかいないか後輩なんかがまだ頑張ってるわけだから、えー、俺も頑張んなきゃみたいなあとえー、ね太さんがあーねしゅ、うん 結構ジムてないぞみたいな感じで思われたらどうしようみたいな感じでちょっと思っちゃうんですよ。ね。いやちょっと怠けてんじゃないんですか、しゅんたさんっていう風に思ってないと思いますよ。でも思ってんじゃないかとかっていう風に思っちゃうんですよ。あと会長とかも、えーね、なんかしゅんたが来てないぞみたいな感じで怒ったらどうしようみたいな感じとか、そこに左右されがち。でも一番重要なのは、自分のこの今ある状況、この疲れとか、そういうところじゃないですか、そこを回復させなければいけない。だだかから何を差し置いでても寝たりとか ねえー、いいもの、えー、ゃちゃんと栄養があるものを食べたりして回復させることが一番重要なことそれを忘れちゃうそれが周りに左右されてしまううとということです、えー、自分の目的を忘れちゃうんですよね、はい、基本的に基本的にというか。 うん、だからそこをちょっと気をつけなければいけないなとなんか昔はすっごいそれに左右された今はうんとねもう俺の疲れあもうこの疲れは仕方がないからしっかりもう休まなきゃっていう感じでうんもう,もう率先して休むことはしてるんですけど、うん、前よりはましたけど今でもねまだねちょっとその罪悪感みたいなこと出ちゃうんですよねあジムの後輩なんかどういう風に思ってんだろうなみたいな会場とかに怒らないかなって本当に思っちゃうのうんというところです、はい、なので、えー、疲れたら ちゃんと寝るそれはね、本当にちゃんと目的として固定して、他に、えー、周りとかに左右されないようにしなければいけないなという話です。はい、あそういえば、前の祖国公園の時に、ピッピってうるさくなかったですか、動画で。これをなんか触ったりすると、ピッピって言ったりするんですよ。どうすか、ピッて言うんですよ、なんか。ごめんなさいね、うるさくて。気づいたから、これで多分大丈夫です。はいということで、終わります。さよなら。